ください。この世の終わりかなと思った。3月11日地震発生の日には東北電力女川原子力発電所に出張していて、そしてちょうど仕事終わって帰る準備をしていたところに地震が起きた。そしてその津波がやってきて、ね、地震で地割れだーっと地割れをしたりで、津波でザーッと流されたりで、それをこう見ていたんだ。女川原子力発電所 の、 事務所のあるところ、山の中腹に事務所があるから。三戸さん覚えてたって。女川原発が震源に一番近いところですよね。そう、一番近いところ、目の前が震源地みたいなもん。だから津波がやってくるのがあっという間にやってきた、近いから。事故があったのが2011年ですが、その9年前の2002年、国の、政府のですね、今後30年以内に福島沖で、地震、大きい地震が来ると、はい、大きい地震が起こりうるという予測を長期評価っていうのを行っているわけです、はい、長いスパンで、どこでどのぐらい地震が起こる確率があるかと、可能性があるかと、はい、まあ危険だと指摘する調査結果がありながら東京電力は無視しました。もしその調査に基づいて津波の対策をしたとすると、福島原発では15メートルを超える津波が来るという予測になったわけです。 15.7 メートルという予測なんですが、でそれを防ぐためには壁を作るしかないですね。防潮堤と潮を防ぐためのこう高い壁を作るしかないと。でそれはすごくお金がかかりますから、で見なかったことにしたのですが、しかしその後地震についての研究が進みましたので、2008年には東京電力も自分たちで予測をするようになりました。2002年の段階でできたはずですが、やらなくて無視をして、その当時のメールが残ってます。東京電力と政府の間での、それはそんなのやってられないと裁判でも問題になりました。政府の予測としてそのような大きな地震が来ることを想定したわけですから、それに対応できるようにするというのは少なくとも原発の事業者として、あるいは政府として対応すべきことだったと思います。でこれをやらなかったと、やらずにやり過ごしたわけです。福島の地方裁判所で勝ちました。そして次が仙台の高等裁判所です。これも勝ちました。でしかし最高裁判所ですね、でここで負けました。2022年の6月に最高裁が国の責任を認めませんでした。最高裁の理由はですね、今お話ししたような地震や津波が予測できたかどうかということには触れてません。その予測できたかどうかに触れずに、どちらであれ防げなかったんだと、事故を防げなかったと、おそらく韓国でも同じだと思うんですが、予測可能性と結果回避可能性ですね、結果を避けることができたかどうか、でその結果回避ができなかったという点で否定しました。しかしこれは間違ってると思います。私はもしその理屈が通るなら、この先も同じことが起きると思います。想定を超えることが起きたのだと、事業者、電力会社が言えば、これはもう防げなくてしょうがなかったんだと、仕方なかったと、避けられなかったという言い訳を許してしまうと思うんですね。これは私の推測ですが、その判決があったのが昨年の6月です。で、岸田政権が原発回帰、原発を新たに作っていくとか、古い原発を運転していくとか、そのエネルギー政策の転換を表明したのはその後ですから、そういう意味では最高裁判決を受けて、もう事故の責任は国は問われないと、国は責任を負わなくてよいと、そして今後も原発やっていこうと、こういう流れになっていると思います。未来로나아가야한다면서국민을사지로내몰고있는일본정부는후쿠시마원전사고이후여전히피해가수습되지않은지역의개발을진행하고있어서논란이되고있습니다특히저희취재진이방문했던후쿠시마현의나미에초지역에서는수소발전소건설과산업단지유치등의지역부흥움직임도관측할수있었는데요주민들의안전과건강에대한우려가상당함에도불구하고건설이계속되고있었습니다ここは日本の反フォードと言われていると同じことをやってるわけから、原発事故の後のね、新しいものを作って原発事故がなかったかのように未来に向かっていくという。미국의햄퍼드사이트는
냉전시대동안원자폭탄개발에필수적인핵분열물질을제조하던시설입니다지금은폐쇄조치되어있습니다만그러나이운영과정에서심각하게오염이돼서여전히정화작업이진행된다라고알려져있죠그런데문제는뭐냐이곳에서계속해안전이슈관리부실등의문제가지속적으로제기되어왔다는점입니다그런데도미정부가일반대중에게관광및교육프로그램을열거나인근에거주지역을만들어서이주민건강과안전에대한우려가상당한곳으로알려져있죠콘노씨역시도안전문제가전혀해결되지않은상태에서일본정부가해퍼드사이트같은사례를만들고싶어한다이런지적을하고있는겁니다もともと浪江をだから原発用地原発用を作るための場所だったんです、はい、ところが2011年3月11日の地震のためにここにはもう原発を作れないことになりました白紙撤回反対でこれ水素エネルあのフィールド水素世界で一番世界一世界一 H な施設ね H2 でそここれが高度修正材センターで木と木を張り合わせてあの柱を大きな柱を作ったんでこれは公設民営って言って、はい、国とかがあのお金を出してで民間が運営した感じ후쿠시마현은목재를둘러싼논란도있습니다2018년임야청검사결과에따르게되면후쿠시마지역6군데업체에서채취한목재에서킬로그램당630베크렐의세슘이검출된바가있는데껍질을벗겨내면문제가없다라고주장을해오고있었지만나무의심재부분에서도최대580베크렐이검출된사례가있을뿐아니라무엇보다이수치가해가거듭할수록점점더높아지고있다라고합니다그리고앞서보신후쿠시마고도집성재센터인근을비롯해서후쿠시마곳곳의접근곤란구역과그인근숲에서는무려최저800베크렐최대4200베크렐에달하는높은수치가검출되고있다고합니다우리나라의목재안전기준치가킬로그램당300베크렐인점을생각해보게되면상당히높은수치가나오고있는거죠문제는일본임야청이후쿠시마현에서생산된목재로지어진공공건축물을홍보하는책자까지제작해배포하면서공공건물에사용할것을적극장려하고있다는점인데요중요한것은이기준치가불명확하다는점에있습니다무슨말이냐면일본건축용목재방사능수치를정부가관리하지않습니다목재업체가자체검사를진행하는것말고는전혀없다고합니다さらにこのこっち側にこの森あそこ森あるそこが今通っていくけど1500頭牛ミルクの牧場が今作ってるこれがここに本当は原発ができる予定だ東京電力じゃなくて東北電力東芝はこれはあの水素を製造するメーカーガスで旭化成ソーラーパネルこのソーラーパネルは水の電気分解 H2O を分解して H2 だけを取るために、はい、その電気分解のための電気を作る発電してどっかに送ってるわけじゃないの、はい、この工場でね水の分解のための電気 H2 と O を分離するで H2 があのタンクこのタンクに、はい、あの溜めてあるわけそこにあるようにガソリンスタンドのように浪江町ここの町には水素ステーションっていうのがいっぱいこういう안전하다고미래로나아가자라고하는일본정부는이런식으로지역의긍정적변화를꾀하고있는데요그러나현지인들의반응은정부의이런노력에도사뭇다른점을알수가있었습니다저희취재팀은후쿠시마나미에마치지역에서피폭된채살처분될위기에처해있던소수백마리를걷어보살피고있는요시자와마사미씨를만나서사고당시의상황과문제를들어봤습니다原発向こうです。原発向こう。向こう方向にね、うち小高いところにあるんでね、原発の排気筒が全部見えるんですよ。排気筒の間から白い噴煙が立ち上がる瞬間を見たんだ。で、僕は思ったのは、自衛隊、消防隊はあそこで死んでしまうだろう。で、東京電力は逃げ出したんだよ。撤退始めたんだよ。だから、俺はね、この野郎と思ってね、もう直接乗り込もうということでさ、福島県で一番最初に、乗り込んだのが俺だった。ね。でまあここにこれが当時のねまあ避難してみんな逃げたんでその後に起きたね酪農家のね大体一般的な牛舎の写真なんですよね繋いだまま逃げて牛たちは全滅ミイラ
2011年のね半年後、事故から半年後、もうね繋がれたものは水がない、餌がない、死んで腐って宇治が湧いて食い尽くしてミイラになった。さらに1年後はもうこの川がなくなって骨だけになったんですね。あの国が、農水省とそれから福島県の家畜保健所がね、生きている牛を、野良牛をとっ捕まえて薬で殺して埋めた穴なんです。でも俺たちはね、そうはしなかったんだよね。殺処分せずに、あれだよ、道路沿いにね看板なんか立てて、ね、上り旗立てて、俺たちは牛たちを絶対見捨てないんだと、ね、殺処分反対、ここに残って牛の世話をしていたから覚悟したんだよ。被爆はするけれど、でもそんなことで俺たちは死にはしないんだと、そういう強い気持ちで頑張って。でまあ国にね、この原因は何かということをさ、いい鬼にもらおう考えて調査してくれということを言ったんだけど、結局ね国の返事はね、わからないと、결국정부의대답은모르겠습니다라는것밖에돌아오지않았다고합니다。海岸に行って、その鈴木とかヒラメの大きい魚を自分たちで釣り上げて、それを東京大学の駒場に魚を送って精密検査に続けてるんです。放出が続くから、いずれはね、問題な放射性物質が検査で東京大学で見つけてくれるだろうと。東京大学にはさ、やっぱり圧力があっても戦うという勇気ある学者、助教授がいてね、30種類の放射性物質を調べることができると。俺は福島県で問題にしてるのはセシウムとトリチウムしか問題にしてないんですよ。それだけ調べて、OK、安全、安心。もうみんなで福島の魚を盛り上げて食べようと。それに対して俺たちはさ、やっぱり俺たちが自分たちで調べるんだということで、今回ね、福江戸漁港のすぐ隣に、テント村をね、置いたんですよ。俺たちは検査でちゃんと調べるんだと。国の言いなりの福島県はね、河川法を盾に、それはダメだと、片付けろと何回も言ってきてんだ俺たち。つまり看板に書いてあるね、内容が問題なんですよね。それは国の方針に合わないと、反すると、ね、だから目障りだから、迷惑だから、もう国県として目障りだから片付けてくれと。俺たちはね、やっぱり表現の自由があるじゃないかと。福島県がちゃんと魚の放射能検査調べてないじゃないかと。国際的にどのように努力ができるかというのは、はい、私たち国内でもなかなか大変です。日本の中でも、つまり原発事故はもう終わったことにしたいという、事故の被害を終わったと政府がそう考えてますから、圧力ですか。圧力がありますね。저희 취재 팀이 일본 현지에서 궁금했던 것 중에 하나는 실지하는 방사능 위험이 어느 정도냐라는 것 이외에도 일본 정부가 사건을 축소, 은폐하고 있는 것은 어느 정도까지고, 그리고 정부의 탄압이 실제하는지 였는데요. 마침 취재차 방문했던 날 6명의 후쿠시마 현 공무원들과 외부 용역으로 보이는 남성 2명, 총 8명이 이 후쿠시마 오염수 반대 농성장에 설치된 텐트를 철거하기 위해서압력을가하는모습을확인할수있었습니다아니아텐트아예수골발을돌이하듯이노처음봐도처음봐있다고생각해하이드가되で、俺は言いたいけどさ、福島県庁でしょ、原発推進してきたのは。違いますか、歴代の県知事、県の行政、原発推進の結果こうなっちゃったんだよ。ね、佐藤雄一が事故の後さ、東電が悪い、国が悪い、社会に顔真っ赤に尖らせて言ったけどさ、じゃああんた何やったんだ。その3号機はプルサルマの運転で吹き飛んでんだぞ。俺は爆発音をさ、屋上で聞いてるんだよ。ね、すごい音だったよ。俺は3月17日のにさ、ね、自衛隊の放水作業の吹き上がる真っ白い船をさ、屋上から見たんだよ。ね、あそこで自衛隊、消防隊は死ぬだろうと思ったんだ。その最中、東電の連中はね、第一原発から逃げ出したんだよ。この野郎と。俺はね、福島県で一番最初に、東電の新橋本店に抗議に乗り込んだんだよ。言ってやったよ。逃げるなと、戦うんだと、死んでもこの原発を東電のお前たちの責任でなんで止めないんだと、覚悟しろよと、
この原発を東電のお前たちが死を確認して止めるんだと。自衛隊が頑張ってるんじゃないか。なんでお前たちがわーっとみんな逃げちゃうんだ。この野郎ふざけんなって言ったんだよ。覚悟しろと。戦うんだと。逃げるんじゃない。ね。陸上には330トンの牛がいた。言ってやったよ。全滅だと。俺は帰れない。必ず裁判を起こす。お前らのせいだぞと。なんでスピーディー情報を福島県は伝えないんだよ。なんで握り潰したんだ。県の責任、反省をちゃんとしろよ。ごめんなさい。ね。福島県のせいで、こんなひどい放射能汚染地帯になってしまった。福島県民に謝るしかないよ。国や東電、もちろん悪い。福島県庁も悪いんだ。なんだ、腰抜けが。ね。津波センターなんて何も仕事してねえよ。さっさと、ね、諦めて15日逃げたじゃねえか。そして事故の後、国のせいだ、東電のせいだ、違うんだよ。福島県のせいもあるんだよ、すごく。ね。福島県の水産部がさ、水産課が、もっと本気で調べろよ。命令書。命令。あれが守る。要するわけないじゃん。生きてる。毎日生活してる。見つかっちゃ困るっていう、そういうスタンスでしょ。うん、そのために撤去させる。という流れに決まってる。まだ説明してないので、また連絡させていただきますので。はい。보시는것처럼 일본 정부와 후쿠시마 현 차원에서의 압박은 실제하고 있었습니다. 처음에는 한 두 사람이, 그 다음 날에는 세네 사람이 찾아오는 등 점차 현 공무원들이 찾아오는 빈도와 그 인원수가 계속 늘어나면서 이 압박 수위를 높여왔다라고 합니다. 그리고 현지인의 말에 따르게 되면 후쿠시마 원전 오염수 방류의 심각성을 모두 인지하고 있지만 이처럼 정부의 탄압이 두려워서 집단 행동에 부담스럽다라고 말합니다. 그렇게 대통령까지 탄핵할 수 있었던 한국의 민주주의가 부럽다 이런 얘기를 저희는 심심치 않게 듣기도 했고 실제로 취재하는 과정에서 보복이 두렵다는 이유로 이 현지인의 취재가 정말 쉽지 않은 상황이었습니다. 그러던 중 저희 취재팀은 조금은 특별한 곳에서특히어민의입장을들어볼수있는기회가생겼는데요다름아닌후쿠시마현에서트라우마를전문적으로치료하는정신과의사를만나볼수있었습니다昨日来た女の人が言ってましたけど息子が今46歳で20年経った時に原発処理水の影響が出るのかもしれない出たらどうしようっていうとても心配してましただから今すぐにね放射能の食物連鎖っていうのが起きて魚が全部汚染されるってことはないだろうとでも何10年か20年したらそういう結論が出てくるのではないかとみんな心配してるここに通ってる患者さんで漁業関係の人もいますよでそういう方から時々その汚染水のこととかっていうのをまあ聞くことがあるところが別な人から聞いた話ではその漁業協同組合の中で船をいっぱい持ってる人たち お金持ちねの人たちは処理水を早く流せ流せって言ってるそれはお金が入るから保証金が入るから貧乏な漁民は漁業協同組合の中で声を出せない反対って言えないここに来る患者さんたちで漁業に関係する人たちは大金持ちじゃないのでだから今の処理水を海に捨てるということには反対です風評被害魚が売れないとかねいうことがあれば船をたくさん持ってる人がお金たくさんもらう船持ってない漁師もいるのねでその人たちはお金入ってこなくて失業ですもう一つはね船を持ってる漁師さんであってもやっぱり反対してる人が多い関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないと約束していました全国の漁業関係者との関係でも
約束をしてきた、特に福島の漁業関係者と約束をしてきた内容です。漁業関係者の皆さんは海洋放出には反対だと今も意見を述べていますし、はい、福島の関係者について言えば事前にまともな説明もされずに海洋放出をしたと、ですからこれはやはり政府が約束を破ったという意味で大問題だと思います。あの岸田首相というのは聞く力と言ってたんですね。多くの人たちの声を聞く耳、聞く力が大事だと。聞く力が自分の特技だと、取り柄だと言ってきたわけですが、はい、これはもう聞いたふりでしかないと、聞き流してばかりだと。ですから、まあ、国民の声、被害者の声、そして漁業関係者の声を裏切ったと。ですからこれは民主主義の問題だろうと思います。7割以上の人が反対したけれど、で了解も得ないでね、政府は勝手に放出を決めた、うん、まあ各地でね今でも反対してる人たちねは声を出してさ、スタンディングしたりとか毎週ね、やっぱり止めるんだと。汚染水を流すな、流すな、海を汚すな、海を汚すな。어민과국민다수의반대여론에도불구하고강행된일본의후쿠시마오염수방류이제2월말4차방류가개시될예정이라고합니다이와관련해우리정부는한국원자력안전기술원전문가를현지로파견해서방류준비사항과정보를지속확인할계획이라고발표했지만그과정과결과에대한것상당수가지금껏제대로공개되지않고있어서이번에도여전히신뢰하기는어려운상황입니다독해전력의경우이미오염수에포함된약2000여개에가까운방사성핵종을숨겨왔다는점을지적받아왔고심지어64개의방사성핵종중62가지만알프스를거쳐안전기준치아래로내리게되면방류에도안전하다이런주장을펼쳐왔지만시간이거듭될수록측정하는방사성핵종이점차줄어지금은29가지로줄어든상황이죠그런데우리정부는한술더떠서삼중수소만을두고서문제없음을강조하는스탠스에서바뀌지않고있다는점도문제입니다작년4월27일그린피스가개최한기자회견에따르면삼중수소의생물학적영향을다룬논문을전수분석한결과결코안전하지않다라는점이증명되었다라는발표를한바있습니다삼중수소가저에너지기때문에외부에서투과하지못해영향을미치기어려운것은사실이지만반면생물체내로흡입또는섭취될경우에이고에너지감마선에비해서두배에서많게는여섯배이상위험하다는점을강조했는데그이유는역사적으로도250건에이르는논문에서투과력이강한감마선은순간적으로 DNA 나이세포등에영향을미치면서곧바로몸밖으로빠져나가지만투과력이약한삼중수소베타선의경우에는세포조직이나장기내부에들어오는순간반대로외부에서들어오지못하는것처럼내부에서바깥으로벗어나지못해서집중적인내부피폭을일으킨다는거죠실제삼중수소피폭실험지에서정자난자생식기손상이관찰되었고요유전자고리단절과유전인자변이도함께나타났다는점이입증되었다라고그린피스는밝히고있습니다그런데여기서더심각한문제는먹이사슬의상위로갈수록피폭의수치가더커진다는점인데요그러니까하위개체에서적은수치로피폭이되었다라고하더라도우리에게도달했을때그수치가폭발적으로늘어난다는거죠그리고상위개체로올라갈수록여러세대에축적이되면서유전자변형을가져오게되는데실제로체르노빌원전사고지역의떠돌이개를관찰한결과다른지역의개와는다른유전적정보가확인된바도있었죠따라서도쿄전력이도달이전복해초이삼종을알프스로처리한원전오염수에키우면서생물학적영향문제가없다는듯이홍보하고이를한국정부가받아쓰고있지만회사여부와발육상태삼중수소농도만보는방식은보여주기식연구에지나지않다는점이지적될수밖에없습니다네이만일본은마다사이가도다나도노노때후드였사지대에약고시들이요やはり福島の事故を起こした国として福島の事故が現に起きて被害がまだ続いているという現実がある中でやっぱり日本は原発はゼロにしなくちゃいけないと思います原子力発電所はゼロにするとなぜなら地震が多い国だからです津波もありますし火山もあります、地震がこれだけ起きている国でこんなに原発を持つべきではないと思いますね
최근 노토반도에서 일어난 강진의 영향으로 노토반도 쪽에 있는 시카원전 1호기에서 95리터의 방사성 물질이 넘쳐나왔고 2호기에서도 326리터가 넘쳤다고 알려져 있습니다. 노토해안에 있는 가시와자키 카레와 원전에서도 600리터가 넘치기도 했는데 문제는 심지어 앞으로 또 대규모 지진이 발생할 경우에 후쿠시마 원전의 탱크도 손상될 수 있어서 오염수 원액의 해양 누출 가능성을 배제할 수 없다, 이런 우려가 지적되고 있습니다. 이렇듯 지진 다발 지역인 일본의 원전, 언제 터질지도 모르는 핵폭탄을 옆에 끼고 사는 것이나 다름이 없는 것인 만큼 원전 제로로 가는 것, 일본뿐 아니라 세계인들 모두의 안녕을 위해서라도 일본 원전 운영에 대한 강도 높은 비판과 폐쇄할 수 있는 방안 구축에 적극적인 목소리를 내야만 합니다. 그리고 앞서 말씀드렸던 삼중수소 이외에도 암이나 선천성 기형, 심혈관 질환을 유발할 수 있는 탄소14, 암을 일으키는 세슘137, 이외에도 완전하게 제거되지 못한 방사성 물질의 방류, 그럼에도 인접 피해 국가들에게는 객관적인 원자료를 제공하지 않고 주변 국가와의 협의 없는 투기 행위는 지속되고 있는데, 사실 이를 막을 방법이 많다는 점을 우리는 알아야 합니다. 일본 정부가 유엔 해양법 협약 206조에 따른 환경 영향 평가를 진행하지 않고 있어서 의무를 충분히 수행하지 않고 있다는 점을 분쟁 해결 절차로 다툴 수 있고요. 생물 다양성 협약에 따라 대상국의 환경 영향 평가 수행 결과를 통지하고 협의해야 하나 이것 역시 위반하고 있다는 점을 우리가 지적할 수 있습니다. 그 밖에도 국제연합 식량농업기구의 위반 상황, 세계보건기구, 지역수산기구, 선박평형수와 해양폐기물 투기와 관련한 국제해사기구 제소 방안도 있습니다. 그리고 런던협약 런던의정서 당사국 총회에서도 문제를 다시 제기할 수 있고요. 이렇듯 여러 국제적 조약을 위반한 사실에 대해 사법적 소송을 걸면 재판의 결과를 받아보기 이전 단계에서 지금 당장 한 달 안으로도 방류를 선제적으로 중단할 근거도 충분히 마련되어 있습니다. 그러나 이 모든 것은 제소할 권한이 있는 윤석열 정부의 의지가 가장 중요한 것인데 이들이 하지 않고 있다는 점이 정말 절망스러운 일인 거죠. 결국 대안은 시민 권력뿐입니다. 특히 총선을 앞두고 이 후쿠시마 오염수 방류 행위에 대한 분노 여론이 직접적인 선거에 영향을 미칠 정도로 압박을 느낄 수 있게 하는 것, 정권 유지에 큰 걸림돌이 되고 심지어 탄핵이 될 수 있다는 불안감이 확산되면 정부도 나서지 않을 수가 없을 겁니다. 즉 깨어있는 시민들의 계속된 관심과 더 나아가 적극적인 행동들이 필요한 거죠. 이 사안은요, 정치적 이해관계, 보수와 진보의 이념 갈등 사안이 아닙니다. 국제법령을 넘어선 인류 공동의 운명과 직결된 위기고, 오늘의 선택이 내일의 환경을 결정하는 만큼 이 문제에 대한 세계적인 관심과 책임있는 행동이 요구되는 일입니다. 모두의 목소리가 모여야만 미래 세대를 위한 이 환경의 안정망을 지킬 수 있다는 점에 있어서 시민들의 적극적인 관심과 행동으로 연대해야 합니다. 우리의 작은 참여가 모여 큰 변화를 만들 수 있다는 확신으로 지금 이 순간에도 진행 중인 돌이킬 수 없는 이 위기 앞에서 시사발전소 취재팀도 계속해 최선을 다해 여러분들과 함께 목소리를 높여나갈 계획이니 모든 분들이 함께 해주시기를 간절히 부탁드립니다.